癒しのプラネタリウムへようこそ。お客様はあなた一人。広い夜空を貸し切って、遠い宇宙に思いを馳せて、めくるめく不思議な星の世界をどうぞごゆっくりお楽しみください。秋の夜空に輝くお羊座。羊はその背に翼を覆い、その体に黄金の毛をまとう。眠らぬ竜の守りのもと、その毛皮は天に伝わる秘宝とならん。こんばんは、Mちゃんです。今宵は合同十二星座の一つ、金曜毛のお羊座、アリエスの物語をお話ししましょう。遥か昔、紀元前3000年頃、古代文明の栄えるメソポタミア、バビロニアの地で、その星は初めて名前を得ました。農夫座、後にお羊座となる星座の元の姿です。古代の人々は、秋の季節になると、畑に麦をまく農夫たちを雇いました。そんな彼らの姿を、秋の空に見る、星々に投影し、季節の星座として親しんでいたのです。その後、農夫座の男の姿は、次第に羊として見られるようになってゆきました。一説には、男と羊、いずれの言葉も発音が同じ、ルであったためとされています。やがて星座は、バビロニアから古代ギリシアへと伝来し、神話とともに、現代まで語り継がれることとなるのです。そんなお羊座の神話に伝わる物語。昔々、古代ギリシアのボイオーティアという地に王様と女王様がいました。王の名はアタマス、女王の名は女神ネペレ。やがて二人の間には男の子と女の子の兄弟が生まれました。それぞれをプリクソス、ヘレと名付け、子供たちは大切に育てられました。時が経ち、二人の父、アタマス王は、妻、ネペレに見下されているとして、次第に冷たく当たるようになりました。そうしてついには、彼女を女王の座から退け、新たに南方の地の王女、イノを妃に迎えてしまうのです。捨てられた女神、ネペレは怒りより先に子供たちの身を案じました。プリクソス、ヘレ、どうか二人に危険が及びませんように。しかし、ネペレの切実な祈りも甲斐なく、新しいママ母、イノは無垢な子供たちを自分の子ではないと憎み、そうして罪なき若い二人を殺してしまおうと、恐ろしい悪巧みを企てるのです。イノはまず畑の作物をこっそり火で炙り、穀物が育たないように細工をしました。すると、国は飢饉に見舞われ、原因もわからず、困り果てたアタマス王は、神のご神託を賜ろうと、神殿へ使者を使わしました。ところが、金を積まれた使者は、イノに買収され、彼女に言われるがまま、嘘の神託を報告します。最高神ゼウスに、生贄を捧げよ。捧ぐべきは、王の息子、プリクソス。これを鵜呑みにしたアタマス王は、息子、プリクソスを生贄に差し出そうと、山の頂へと連れ出しました。何もかも、イノの思惑通り、そうして今にも殺しかけたその瞬間、最高神ゼウスの使いがプリクソスを救い出したのです。ゼウスは哀れな子供たちのために空を飛ぶ黄金の羊を授けました。プリクソスは早速それにまたがると残された妹ヘレを迎えに行き、生まれ育った国を出て遠く遠くへと逃げました。しかしその途中、妹ヘレは羊の背中から滑り落ち、海の底へと沈んでしまうのです。悲しみの中、
一人空を飛び続け、やっとたどり着いた先はコルキスの国。国王アイエテスは逃亡者のプリクソスを温かく迎え入れ、自分の娘を嫁に差し出しました。プリクソスは神より賜った黄金の羊の肉をゼウスに捧げて返礼し、そして美しく輝く黄金の羊毛は義理の父となったアイエテス王に送りました。空をかけた神の使い、黄金の羊の毛皮、金羊毛をアイエテス王は神聖なる森のカシの木に打ち付けると、決して失われることのないよう眠らぬドラゴンに見張らせ、秘宝として大切に守らせたのでした。後にこの金羊毛をめぐっての壮絶な冒険談も語られているのですが、これはまた別のお話。そして悪巧みをしたママ母イノと、あわや息子を殺しかけたアタマス王、二人の悲惨な末路についてもまたいつかお話ししましょう。空に輝くお羊座の物語、お楽しみいただけましたか？冬の夜空に瞬くお牛座、白い毛並みを輝かせ、聖なる牛は颯爽と現れる。放つむ乙女は牛の背に、異国の地へと渡りゆく。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、行動十二星座の一つ、愛のお牛座、タウラスの物語をお話ししましょう。お牛座の歴史は古く、星座の発祥地、古代メソポタミアの信仰に由来します。メソポタミア南部にシュメール人の都市がいくつも成立した紀元前4000年期、人々は牛を富と繁栄の象徴として信じ、グラガンナ、すなわち天のお牛として信仰するようになりました。ギルガメシュ叙事によると、かつてイシュタルという名の女神が伝説的な王ギルガメシュに求愛し、拒まれたことに激怒して、凶暴な天のお牛、グラガンナを地上に放ったといいます。グラガンナは鼻息だけで地に大きな穴を開け、そこに100人、200人と男たちが落ちて行きました。困ったギルガメシュは親友エンキドゥと共にグラガンナを討伐し、その心臓を太陽神に捧げたのでした。天のお牛、グラガンナは星座のお牛座と同一視されています。星座が古代ギリシアに伝来するよりも前、紀元前500年頃のメソポタミアの粘土板には、すでに現在のお牛座の位置に、天のお牛と記載があることが確認されています。そんなお牛座のギリシャ神話に伝わる二つの物語。これは、ある暖かな春の日のお話です。最高神ゼウスは天界から地上を眺めていると、ふと野原に戯れる美しい乙女の姿が目に留まりました。乙女の名はエウロペ、古代都市ティルスの王女でした。楽しげに花を摘む姿にすっかり心を奪われたゼウスは、一頭の白い牛になって彼女のそばへ近づいていきました。目を見張るほどに美しい真っ白の毛並み。驚いたエウロペはそっとその背にまたがってみました。すると、おとなしかった牛は途端に駆け出し、野山を越え、ついには海まで越えて、遠い異国の地、クレタ島まで彼女を連れ去ってしまったのです。嘆き悲しむエウロペを前に、牛はその正体をあらわにし、最高神ゼウスとして彼女への思いを打ち明け、贈り物を与えました。その後ゼウスは再び牛の姿となって星空へと登って行き、星座となりました。そしてエウロペの降り立った大陸は、彼女の名前からやがてヨーロッパと呼ばれるようになったのでした。
さて、お牛座にまつわる物語はもう一つ。こちらにも最高神ゼウスが登場します。ゼウスには正妻がいました。女神ヘラ、天界を滑る神々の女王にしてゼウスの姉でもありました。女神ヘラに仕える者の中にイオという名の美しい巫女がおりましたが、あろうことかゼウスは彼女を愛してしまうのです。ひそやかな二人の関係は後にヘラに感づかれてしまいます。イオに制裁が下されることを心配したゼウスは、慌ててイオを白いお牛の姿に変え、そ知らぬふりをしてみせました。しかし、ヘラの目はごまかせません。納得するように見せかけて、その白いお牛をちょうだいと、ゼウスに詰め寄りました。ただの牛だとしている以上、断ることはできません。イオは回収され、厳重な見張りのもと、牛舎に閉じ込められてしまうのです。見張り役は、百の目を持つ巨人アルゴス。おびただしく光る目は、交代で眠るために、常にどれかしらの目が、イオを休みなく見張ります。困ったゼウスは、息子にして、神々の伝令役である、オリュンポス十二神の一柱、ヘルメスに、イオの救出を命じました。彼女を救い出すためには、巨人の番人、アルゴスを退治しなくてはなりませんが、ヘルメスにとって、それは難しいことではありませんでした。魔法の笛の音を聞かせてしまえば、百もあるすべての目を眠らせることができたからです。そうして、難なく巨人の首を跳ねてしまうと、イオを解放してやったのでした。ところが、女神ヘラの怒りは、まだまだ収まりません。今度はアブを放って、白いお牛を狙わせます。牛の姿をしたイオは必死に逃げ惑ううち、海を渡り、遠くエジプトの地までたどり着き、そこでようやく人の姿に戻ることができたのでした。この一連の騒動から、ゼウスはイオのためにお牛の姿を星空に掲げ、そしてイオは哀れな巨人アルゴスの目を拾い集めて、クジャクの羽に与えてやりました。以来、クジャクの羽には百の目のような模様が入り、そして、イオが逃げ込んだ海は、イオニア海と呼ばれるようになったのでした。空に輝くお牛座の物語、お楽しみいただけましたか？冬の夜空に瞬く双子座。兄は馬術の名手、弟は剣刀、剣術の手だれ。悲しき定めを断ち切るは、途絶えることなき二人の絆。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、行動十二星座の一つ、絆の双子座、ジェミニの物語をお話ししましょう。隣り合う、二つの大きな星。銀星、カストル。金星、ポルックス。これが双子座の兄弟星です。英名を、ジャイアンツアイズ、巨人の目。並んで光る二つの星は、広い空の中、ひときわ目立ち、古くから世界中で、対の星として、親しまれてきました。古代ギリシア、エジプト、インド、ドイツ、ポリネシア。私たちの住む日本だけでも何十通りもの呼び名が残る双子の星は、無数の星が瞬いていたであろう遥か昔の夜空にも埋もれることなく煌々と輝いていたようです。紀元前2000年頃より栄えた古代バビロニアの時代には、大きな双子という呼び名で二人の戦士の姿が伝えられ、世界を創造した最高神、マルドゥクと、知恵の神、ナブーの二柱として、信じられるようになりました。そして後の時代、古代ギリシアに星座が伝来し、肩を組んだ二人の英雄の姿が、夜空に投影されることとなるのです。
そんな双子座のギリシャ神話に伝わる物語。昔々、アイトリアという地に大変美しい王女様がいました。彼女の名はレダ。やがてレダは都市国家スパルタの王テュンダレオスと結婚し、彼の宮殿で暮らすようになりました。そんなある日のこと、泉のほとりで水浴びをしているレダのもとに一羽の白鳥が飛んできました。そしてそのすぐ後を鷹が追いかけます。どうやら白鳥は鷹に襲われここまで逃げてきたようです。かわいそうに思ったレダは怯える白鳥を抱き寄せ守ってやりました。もう大丈夫、怖い鷹はどこかへ行ってしまいましたよ。すると白鳥は安心したのか、レダの腕の中で可愛らしくすり寄ります。愛おしく優しく撫でてやり、しばらくじゃれ合ううち白鳥は空へと飛んで行きました。ほどなくしてレダはこう身ごもりました。夫と共に誕生を待ちわび、そして出産の時、事件は起きます。生まれてきたのは、なんと、大きな二つの卵だったのです。あの時の白鳥の正体は、最高神ゼウス。あまりの美貌に、レダを愛してしまったゼウスは、愛の女神、アフロディテに相談し、鷹になって、白鳥を追いかけ回すように、協力させていたのです。そうして思惑通り、レダに近づいたというわけでした。卵から生まれたのは、4人の子供たち。一つの卵からは、2人の女の子が、もう一方の卵からは、2人の男の子が誕生しました。この兄弟こそ、後に高き英雄となる、双子座の星、カストルとポルックスです。2人は確かに、同じ一つの卵から双子として生まれましたが、人間と神、別々の血を引いていました。兄、カストルの父は人間の国王。弟、ポルックスの父は神ゼウス。故に厳密には双子ではないのです。しかしながら、そのようなことは関係なしに、二人はすくすくと育ち、やんちゃながら、いつでも共に協力し合う大変仲のいい兄弟となりました。悪友である二人のいとこと共に盗んだり戦ったり、しかし時にはさらわれた妹を助けるなど、正義感あふれる活躍を遂げることもありました。いつか冒険に出た時にはお羊座の伝説に伝わる金曜門を探しに行き、嵐の中海を渡ったこともありました。武術に長ける二人は戦場でも有名をとどろかせ、兄カストルは得意の馬術で、弟ポルックスは剣刀と剣術で数々の武功をあげます。二人一緒なら何だってできる。双子は一度たりとも喧嘩することなく、互いを認め合う素晴らしい関係でした。しかし、悲劇は起こります。悪友たちとの仲違いから争いに発展。激しい戦いの末、兄カストルは槍に疲れて命を落としてしまうのです。悲しみに打ちひしがれる弟、ポルックスもまたひどい攻撃を受けました。ところが、ポルックスは死にませんでした。いえ、死ねなかったのです。ポルックスは父ゼウスの血を引いた神の子。人間の兄とは違う不死身の体でした。初めて兄弟の血の違いが二人の間を切り裂きます。兄の元に行きたい。絶望の淵でポルックスは一心に願いました。私を死なせてくれ。この声を聞いたゼウスは胸打たれ、不死の呪いを解いてやりました。
そして弟の命を死んだ兄に分け与え、星座として夜空にあげて、季節ごと天と冥界を行き来しても、二人が離れ離れになることが二度とないようにしてやったのでした。空に輝く双子座の物語、お楽しみいただけましたか？春の夜空に瞬く蟹座、小さな怪物はただ一心に抗った。すべては日々を共に過ごした無二の友人のためだけに。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、勇敢なる蟹座キャンサーの物語をお話ししましょう。スロベニアの50セント硬貨に刻まれた美しい星座、それがカニ座。体の中央に儚げな星団を抱え、夜空に静かに輝きます。星団の名前はラテン語で貝羽桶を意味するプレセペ、英名ではハチノスと呼ばれています。そして星団に隣接する2つの星の名は、それぞれ北のロバ、南のロバを意味し、中央の星団の餌を食べているのです。星座の起源は紀元前2000年頃に栄えた古代バビロニアまで遡ります。当時はまだ蟹座とはされず、水に住む甲殻類や亀として広く定義されていました。古代エジプトにおいてはカニではなくスカラベ座とされ、スカラベとは和名でひじりたまおしこがね、すなわち、ふんころがしのことを意味します。スカラベの習性で作られる大きな玉は、古代エジプト人たちが特別崇拝していた太陽に見立てられ、それゆえ聖なる虫として崇拝されていました。太陽神ケプリは、スカラベの頭を持つ日の出の神様。エジプト神話の主神、太陽神ラーが、日の出の時刻に地上へ姿を現すとき、この姿になるとされています。さて、この星座をカニの姿としたのは、古代ギリシャの神話が元になっています。悲しき運命を背負わされた勇敢なる化け物、カニ座の物語。昔々、ギリシャのレルネーという沼には、恐ろしい怪物が住んでいました。9つの鎌首をもたげる海蛇座の多頭竜ヒュドラ。中央の首は不死の生命力を持ち、吐く息には人が即死するほどの猛毒を含んでいました。最高神ゼウスを唯一圧倒したギリシャ神話上最強の怪物テュポーンの子で、しかし一説にはゼウスの妻女神ヘラによって育てられたと言われています。これには複雑な事情があり、夫ゼウスが外で作ってきた腹違いの息子ヘラクレスのことが恨めしいばかりに、彼を亡き者にしようとする計り事の一つだったのです。そしてヒドラが任務を無事遂行した時、ヘラに伝令する役目を課された怪物、それが今回の物語の主人公バケガニカルキノスです。カルキノスは怪物といえど、恐ろしげな能力は持ちません。沼の底で、ただひっそりと静かに佇みます。ですが、あの誰もが恐れるヒュドラとは、仲のいい友人で、二人は沼地で平和に暮らしていました。そんなある日のこと、沼のほとりに敵の影が見えました。武装したヘラクレスたちが、怪物退治に来たのです。彼らがここに来るまでには壮絶な経緯がありました。実はヘラクレスは女神ヘラの陰謀により狂気を吹き込まれ、我を失ったまま愛する我が子たちを炎の中に投げ込み殺してしまったのです。正気を取り戻したヘラクレスは嘆き悲しみ、己の罪を滅ぼすべく神のご神託のもと、エウリュステウス王に仕え、苦行をこなしているのでした。沼地のほとりについた一行は、
猛毒を吸わないように布で口や鼻を覆い、岩陰から矢を放ってヒュドラに飛びかかりました。その様子を離れた場所から固唾を飲んで見守るのは、友人を心配するバケガニカルキノスです。カルキノスはヒュドラの強さを知っていました。彼ならきっと大丈夫だと信じていました。首を一つ二つと切り落とされてゆくヒドラ。しかし傷口からは途端に二つの首が生え、みるみるうちに当初の数を優に超えてしまいました。驚くべき再生力にヘラクレスたちは困惑します。順調に戦うヒュドラを見て、カルキノスは少し安心しながら片時も目を離さずに見つめていました。ところがついに風向きは変わります。ヘラクレスの従者の一人イオラオスが切った首の傷口を間髪入れずに焼くことで再生できなくなってしまったのです。次々と首を失ってゆく友人の姿を目の当たりにして、カルキノスは我を忘れて飛び出してゆきました。到底太刀打ちできないことはわかっている。それでも走る足が止まりません。女神ヘラに任された伝令役の務めも放り出して、まっすぐにヘラクレスのもとへ行き、たくましい男の足を小さな二つのハサミで力の限りつかみました。結果はやはり思った通りでした。むずがゆさを感じたヘラクレスにあしらわれ、カルキノスはいともたやすく踏みつぶされてしまうのです。その後首が九つあったヒドラは、最後の一つ不死の首だけが残った無残な姿となり果て、それをヘラクレスが切り落とすと巨大な岩の下敷きにして、ついに討伐がなされてしまいました。友人のために命を落とした勇敢なるカルキノス。怪物たちの友情と悲惨な最後に心を痛めた女神ヘラは、二体を星座に変えて空にあげ、すぐそばに寄り添うように置いてやったのでした。空に瞬く蟹座の物語、お楽しみいただけましたか？春の夜空に瞬く獅子座、真の像に静かに光るは王の定めを読む一等星。威風堂々、獣の王者の方向は谷一帯を震わせる。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、眼鏡なる獅子座レオの物語をお話ししましょう。紀元前1000年という遥か古代のバビロニアで王の象徴として崇拝された生き物。その時代にはすでに存在していたとされる獅子座は、神聖なライオンをかたどった特別な星座でした。獅子の尻尾の房を表す星の並びは、16世紀以降髪の毛座として認定され、ラテン語の学名でベレニケの髪の毛と呼ばれています。ベレニケは古代エジプト王プトレマイオス三世の妻の名。夫の無事の生還を願い、美と愛の女神アフロディテにその美しい髪を捧げたという伝承が由来となっています。しかし髪の毛座が作られるよりもずっと昔、紀元前の時代にはすでに女性の髪を表す星々として知られていたのです。ベレニケの名に並び連なるのは、ギリシャのとある島の王女アリアドネ。彼女は怪物ミノタウロスの住む深い迷宮に入り込んだ英雄テセウスを助けた人物として有名な女性です。獅子の首から頭部にかけての湾曲した星の並びは、しばしば裏返した疑問符の形に見立てられ、獅子座の体全体はたくさんの銀河が照らし、胸元に一番明るく光る星レグルスは、ラテン語で王を意味する獅子の心臓です。古代バビロニアにおいては王の運命を司る重要な星とされていました。
星座は後に古代ギリシャに伝来し、神話とともに後世へと語り継がれることとなります。荘厳と華々しさ、そして痛ましさの折り重なる獅子座の物語とはこのようなものです。ネメアの獅子を討伐せよ、それが王に課せられた最初の償いでした。ギリシャ神話の英雄ヘラクレスは己の犯した罪に苦しんでいました。異父兄弟の子供と、そして愛する我が子たちを炎の中へと投げ入れ、殺めてしまったこと。許されざる過ちは、しかし、ヘラクレスの意志によるものではありませんでした。最高神ゼウスの妻、女神ヘラが、底知れぬ悪意を持って、彼に狂気を吹き込んだのです。ゼウスはかつて、古代都市、ミケーネの王女に言い寄り、彼女の婚約者の姿に化けて、やがて二人の子供を設けました。そのうちの一人がヘラクレスです。夫の不貞に怒る女神ヘラは、ヘラクレスのことが憎くてたまらず、あらゆる手を使って彼を貶めようとしたのでした。悪しき陰謀によるものといえど、子供たちを手にかけたことは拭えぬ事実。ヘラクレスは神アポロンのご神託を受け、古代都市ミケーネの王エウリュステウスのもと銃の務めを果たすこととなるのです。エウリュステウスは、彼がまだ母親のお腹の中にいた当時、女神ヘラによるヘラクレスへの陰謀に巻き込まれ、予定よりもずっと早くに無理やり誕生させられたこともあって、何とも弱々しくひねくれた男でした。エウリュステウスは最初の命令を下します。ネメアの谷に住む凶暴な人食い獅子が人々や家畜を襲い暴れ回っているらしい。行って討伐し、その毛皮を持ち帰れ。ヘラクレスは承知してネメアの地に赴きました。最高神の血を引く超人的なヘラクレス、片や王であるエウリュステウスには力も能力もない。いつか裏切られることでもあれば、太刀打ちできないでしょう。あわよくば、気に食わないこの男を亡き者にできるやもしれない。そんな思惑も入り混じっていました。体を覆い尽くす硬い鱗、血の滴る大きな口。一説には、不死の毛皮を持つともされるネメアの獅子。母は蛇女、エキドナ。あるいは月の女神、セレーネ。父は相当の犬の怪物、オルトス。あるいは最強の怪物、テュポーン。この獰猛な獅子を倒すため、ヘラクレスは遠くから身を隠し、隙を見て、得意の弓矢を放ちました。ところが、矢は硬い鱗に跳ね返されて、撃っても撃っても、一本も刺さりません。今度は棍棒を持ち出して獅子に殴りかかりますが、叩くうちにあまりの体の頑丈さに、ついには棍棒の方がへし折れてしまいます。凶暴と言われた悪名高いネメアの獅子は、しかしどうでしょう、ここに来るまでただ攻撃を受けるばかり。その余裕は王者の風格、弓矢にとどまりさえすれば攻撃されていることも知らず、相手にもしていなかったでしょう。とはいえ、正面切って繰り返し殴られて、とうとう怒り出したネメアの獅子はヘラクレスに襲いかかってきました。弓矢も棍棒も失ってしまったヘラクレス、なんとかかわして後ろに回り込むと、並外れた腕力で獅子の首を力の限り締め上げました。もがき苦しむ獅子は三日三晩抗いますが、ついに体はうなだれて、二度と動くことはありませんでした。こうして討伐を終えたヘラクレスは、獅子の爪で皮を剥ぎ、爪や牙は武器に、毛皮は鎧に使って、さらなる武力を得ました。この一連を知った最高神ゼウス、あるいは女神ヘラは、怪物の正々堂々たるその戦いぶりに、ネメアの獅子を
動物の王として夜空の星座に掲げたのでした。空に輝く獅子座の物語、お楽しみいただけましたか？春の夜空に瞬く乙女座、喜びの春、悲しみの冬、巡る季節は豊穣の女神の震える心そのままに。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、豊穣の乙女座ウィルゴの物語をお話ししましょう。乙女座は数ある星座の中で2番目の広さを誇る大きな星座。乙女の手元に明るく光る星は、春の大曲線をつなぐ一等星、スピカ。その名は麦の穂先を意味する古代ギリシャ語に由来し、それゆえ星座は穀物の穂を握った姿で伝えられています。乙女座の発祥は、世界最古の文明を持つ古代メソポタミアの時代に遡ります。もともとは二人の女性が、それぞれ麦の穂とエルアの葉を持つ姿だったとされ、後にヨーロッパへと伝わる中で、一人の女性になっていったと言われています。乙女座の言う乙女とは、どんな女性を指すのでしょう。紀元前700年頃に活動した古代ギリシャの詩人、ヘシオドスによると、それは人間を監視する正義の女神、ディケであると言います。同じく、紀元前300年頃の古代ギリシャに生きた詩人、アラトスによれば、ディケのほか、星乙女と呼ばれる天秤座の女神、アストレアであるともされています。いずれの女神にも共通するのは、彼女たちは人間を見守り、そして監視しているということ。かつて平和な時代が終わりを迎えると、人間たちは文明を生み出すとともに、欲を出し、醜い争いを始めました。正義を説く呼びかけにも応じず、女神は失望して、人間たちと共に暮らした地上を離れ、天に昇ってゆくのです。他にも、エジプト神話の女神など、諸説言われる乙女座。もう一つ、主に語られる伝承に、ギリシャ神話の豊穣の女神、デメテルの名が挙げられます。手に握る麦の穂。それが彼女を乙女座たらしめるもの。神話に伝わる物語は、このようなものです。昔々、最高神ゼウスは姉である豊穣の女神デメテルとの間に一人の子を設けました。後に女神ペルセポネと呼ばれるその娘は美しい乙女に成長し、母デメテルは彼女をとても可愛がっていました。ペルセポネは清らかな女性でした。知恵の女神アテナたちを敬い、自身も生涯の純潔を誓いますが、反して恋愛の神々を避けたことで、愛の女神、アフロディテの反感を買ってしまいます。アフロディテは報復として、よからぬ企てを思いつくと、冥界の王、ハデスに、エロスの矢を放ち、ペルセポネに恋心を抱くように仕向けるのです。射抜かれたハデスは恋に落ち、彼女の父、ゼウスのもとに赴き、きちんと結婚の許しを得ますが、これを後から知った母、デメテルは、勝手に結婚を取り決めたゼウスに猛反対。可愛い娘を地下深くの冥界などにはやれないと、ペルセポネをシチリアに隠してやりました。ある日のこと、ペルセポネが精霊たちと一緒に野原で花を摘んでいると、ふと目の先に大変美しい水仙の花が咲いているのを見つけました。誘われるように水仙のもとへ駆け寄り、精霊たちと離れたその瞬間、大地が深く引き裂かれ、中から黒い馬にまたがったハデスが現れたかと思うと、いとも簡単に冥界へとさらわれてしまうのです。母デメテルはエトナ火山から松明を取り、娘の姿を10日間必死に探して回りました。そしてゼウスに抗議しますが、二人の結婚は釣り合いが取れているとして聞き入れてもらえません。暗い冥界に連れて行かれて、あの子は怖い思いをしていないかしら。豊穣の女神の嘆きは大地の実りを取り上げ、そうしてそのまま地上に身を隠してしまうのです。このままでは地上は飢餓で溢れてしまう。
困ったゼウスはハデスのもとに使いを走らせました。さて冥界ではハデスも困り果てていました。もとより恋愛ごとに不慣れなハデス、頭を悩ませあれこれ手を尽くしますが、ペルセポネは一向に振り向いてくれません。それでもハデスは乱暴なことはせず、優しく丁重に扱っていました。そこへゼウスの使いヘルメスが現れ、娘を返してほしいとのことづてを聞くと、ハデスは抵抗もなく受け入れます。母との地上の暮らしが恋しいと涙を流すペルセポネの姿をこれ以上見たくなかったのです。とはいえ金輪際会えないのは寂しい。地上に戻されることとなったペルセポネに、ハデスはザクロの実を12粒渡して、お腹が空いたら食べるようにと勧めました。ところがこれは冥界の食べ物、ひとたび口にしてしまえば客人として冥界にとどまらなければならないという掟がありました。しかしペルセポネはお腹がペコペコで、地上へ向かう道中うっかり4粒食べてしまうのです。12粒のザクロが表すのは1年の12ヶ月、そのうちの4粒、すなわち4ヶ月の間だけはペルセポネは冥界で過ごさなければならなくなりました。娘の不在の間、母デメテルの悲しみに大地は枯れ果て、再び地上に戻る頃に喜びと春がやってくる。こうして季節は巡るようになったのです。心のままに四季をもたらす豊穣の女神デメテル、その姿は大きな星座となって春の空から大地に恵みを与えます。ところで冬の間冥界で過ごすペルセポネは、冥府の女王として堂々と玉座に座り、夫となったハデスの色恋沙汰に焼き餅を焼くほどには愛し合っていたと伝わります。ハデスの不器用な愛情にほだされてしまったのでしょうか。空に輝く乙女座の物語、お楽しみいただけましたか。夏の夜空に瞬く天秤座、人を愛する星乙女の手に携えし天秤は、人皆等しく見極めて善悪の程を計り示す。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、正義の天秤座リブラの物語をお話ししましょう。私たちの頭上を太陽が通る道、行動、その一周に並ぶ13の星座のうち、蛇使い座を除く12の星座が、私たちに親しい誕生日の星座、行動十二星座です。生き物の姿を表すものが多いことから、獣の帯と書いて獣体とも呼ばれ、これらは遥か古代、紀元前3000年頃に文明を築いた、メソポタミアの地、シュメールの時代には存在した歴史ある星座です。その中に一つだけ異例の星座があります。それが天秤座。後の時代に新たに加えられた十二星座唯一の星座であり、その過程には姿を変え、独立し、獣の集まる行動上でただ一つの道具を表す星座となりました。天秤座を構成する星々の中でも、代表的な3つの三等星は、それぞれの名をアラビア語でズベンエルゲヌビ、ズベンエスカマリ、ズベンエルハクラビと言います。その言葉の意味するは、南の爪、北の爪、そしてサソリの爪。もうお分かりでしょう。天秤座はもともとサソリ座の一部だったのです。後にメソポタミアの星座が各地に広まり、一説には紀元前1世紀頃の古代ローマで天秤座として独立したと考えられています。例えば、1世紀に生きた古代ローマの詩人、マルクス・マニリウスは、季節のバランスを保ち、昼と夜を均衡する星座として天秤座のことを言い表しました。しかし、後の2世紀の古代ローマの天文学者、クラウディオス・プトレマイオスが作成した現代天文学の礎、トレミーの48星座には、依然、サソリの爪として記録がなされています。
この48星座は紀元前2世紀の古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスの定義した46星座をもとに書かれたと言われており、伝統的な古い星座を起用しただけとも考えられますが、このように一体誰がいつ天秤座と名付けたのか明確には分かっていないのです。唯一無二の不思議で特別な星座、そんな天秤座のギリシャ神話に伝わる物語はこのようなものです。これはギリシャ神話の最高神ゼウスが世界を滑る前のお話。かつてゼウスの父クロノスは原初の王に次いで全宇宙を支配した神々の王の座にありました。彼が統治した古の時代、世界は愛と幸福に満ち溢れ、神々は人間たちと共に地上で平和に暮らしていました。永遠の春がもたらす暖かな気候、働かずとも自然と実る豊富な食物、飢える苦しみも争いもありません。当時の人間は寿命はあっても老いることはなく、長い時を生きていつか安らかに息を引き取るその日まで若く健やかでいることができました。豊かで穏やかで何一つ不自由のない世界、そんな夢のような時代を後にギリシャの人々は黄金時代と呼びました。さて、あまりに世界が満ち足りているので、当時の人間たちはわざわざ汗を流してまで文明を築き上げる必要がありませんでした。それゆえまだ未熟であった人々に正義の教えを説いた神がいました。心優しき正義の女神アストレア。彼女の愛ある言葉に人々は聞き惚れ、女神を心から敬いました。永遠に続くと思われた平和な時代、しかしそれは突然に終わりを迎えます。クロノスの息子の一人ゼウスが神々の王座をめぐり戦争を起こしたのです。かつてクロノスが父ウラノスから玉座を奪い取った時、父からある予言を受けました。お前もまたいつかその王位を息子に剥奪されるだろう。この言葉は呪いのようにクロノスを蝕み続け、いつか生まれた息子たちを脅かされるより先にと次々に飲み込んでしまいます。クロノスの妻レアの機転で唯一難を逃れた末帝ゼウスは、成人にまで成長するとクロノスに薬を飲ませ、腹の中にいた兄たちと共に大きな戦争を起こすのです。ゼウスの最強の武器雷帝を前にクロノスの軍勢は敗北し、全宇宙の支配権はゼウスへと移行しました。これでようやく世界が平穏を取り戻すかと思いきや、実はこれが人間の苦難の幕開けでした。迎えたのは銀の時代。最高神となったゼウスは一年を四つの季節に区切りました。乙女座の女神デメテルの娘と離れる悲しみにより、寒い冬がもたらされると地上の恵みは痩せ細り、凍える人々は食べるため生きるために労働を始めます。次に迎えた青銅の時代。人々の心に欲が現れ、次第に悪行に手を染めるようになりました。森林を破壊し、作った船で生き物を捕らえ、奪い合った土地を荒らして、金銀銅を漁っては青銅を武器に変えて争う日々。家族に手をかける者まで現れると、黄金時代共に楽しく暮らしていた神々はすっかり人間に愛想を尽かして次々天界へと帰っていってしまいます。そんな中、人々に向かってただ一人必死に訴えかける者がいました。正義の女神アストレアです。このまま堕落してはいけない。あなた方の善なる心を思い出してください。しかしその声はもう人間たちの耳には届きません。見かねた天界の神々は英雄を作り出し、地上に送り込みました。英雄の時代です。それでも人間の堕落は止まることなく、事態は悪くなる一方でした。一説にはこの直前、
ゼウスが地上を一掃する大洪水を起こしたとも言われますが、事態は改善することなく最後の時代を迎えます。邪悪と残酷に染まりきった鉄の時代、繰り返される殺戮、憎しみ、苦しみ、悲しみにまみれ、救いはもうありません。ただ一人地上に残り、人間たちを見捨てずにいた女神アストレアも、もはや何もできはしないと絶望し、地上を後にするのです。天に昇った彼女は空に輝く星となり、その左手に携えた人の善悪を測る天秤が、今日知られる天秤座となりました。大いなる愛と教えを人間に与えた女神アストレア。鉄の時代が続く現代、強欲な私たちは、それでも彼女が今もなお地上の様子を見守ってくれていることを願ってしまうのです。空に輝く天秤座の物語、お楽しみいただけましたか？夏の夜空に瞬くサソリ座、ささやかなる深紅に秘めし先鋭の毒針、己の力におごり高ぶる巨人までもが逃げ惑う。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、閃光のサソリ座スコーピオの物語をお話ししましょう。大きく S 字に湾曲する夏の星座サソリ座、特徴ある星の並びは古来世界中で人々の目に留まり、あらゆる姿で伝えられました。例えば日本の各地では魚の釣り針を表す呼び名で親しまれ、中国では体をさらに大きく伸ばして強く優しい青龍の姿を描きました。サソリ座の誕生は紀元前3000年頃、古代メソポタミアの地に発祥した星座の中に当初から存在していました。左右に開いた2つの星はサソリの頭やハサミに見立てられ、しかし当時は今の姿よりもさらに大きい体だったことがわかっています。かつてサソリの頭のその先には現存しない古い星座サソリの爪座があったのです。後に星座が普及すると、いつしかそれは天秤座の一部となりました。中央に明るく光る星はサソリの心臓アンタレス。この星もまた各地でたびたび心臓に見立てられてきた一等星で、日本においては赤星などと呼ばれます。サソリ座にまつわる神話は諸説あり、ギリシャやローマの神話を綴った詩人の記述によれば、時に太陽神と同一視される光の神アポロン、そのやんちゃな息子パエトンが自分が偉大な神の息子であることを証明しようと、父の太陽の戦車を操縦することを要求し、各地に被害を及ぼすほどの大暴走を起こした際、戦車を引く4頭の馬を驚かせたのがこのサソリであるとしています。今日の主な神話として語られているのは、古代ギリシャ人の天文学者エラトステネスの名を語った、おそらくは別人のものとみられる偽書カタステリスモイの散文。そこに記された物語はこのようなものです。昔々古代ギリシャの地にオリオンという名の巨人がいました。海の神ポセイドンを父に持ち、体はたくましく背も高く、そして母親にの大変美しい容姿をしていました。若いオリオンは積極的に狩りに赴き、その腕は確かに随一でした。しかし狩猟仲間たちに世界一の漁師だとおだてられて、酒の席でつい気分が良くなってオリオンはこう言い出しました。その通り、私は一番の狩人だ。他の誰も、動物たちも、凶暴なものも、足の速いものも、何者だって私にかなうものはいない。なんて傲慢なことを言ってしまったのでしょう。さらにオリオンは腕自慢まで始める始末。思い上がった行動は神々の怒りに触れてしまいました。原初の世界から存在する偉大なる大地の女神ガイアは、この傲慢な男に制裁を加えるべく地上に一匹
小さなサソリを放ちました。サソリは女神の命に従い、オリオンのもとへ赴くと、その大きな足元にまで接近します。とそこで、何やら小さな存在に気づいたオリオンが、さっさと踏みつぶしてしまおうと、右足を持ち上げたその瞬間、左足にサソリの毒針が、ひとたびチクンと刺さりました。皮肉なことには、自分があらゆるものの頂点にいると思っていた、剛腕の巨人、オリオンは、小さなサソリにさえ、かなわなかったのです。オリオンは毒にのたうち回り、苦しみながら死んでしまいました。大地の女神、ガイアは、サソリをたたえて、天にあげ、そしてオリオンもまた、その勇敢なる精神をたたえ、星座にしてやりました。オリオン座の右下に輝く、青白い星、リゲルは、サソリに刺された左足。二つの星座は、夏と冬の対極の空に輝き、サソリが東に現れた途端、オリオンは恐れをなして、西の空に逃げ隠れてしまうのです。オリオンの死には諸説あり、結婚を見込んだ狩猟の女神、アルテミスとの悲劇の別れの物語も存在します。そのお話は、また別の機会に。空に輝くサソリ座の物語、お楽しみいただけましたか？夏の夜空に瞬く、いて座。学術、芸術、戦闘術。万能なる半獣は、他を導く賢者なり。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、行動十二星座の一つ、聡明なるいて座。サジタリウスの物語をお話ししましょう。天の川にかかる六つの明るい星の並び、なんと六星、そこにいて座はあります。大きく弓を引いた半身馬の男の姿、中でも上半身と弓の部分に位置するなんと六星は、西洋においてはスプーンに見立てられ、通称、ミルクディッパーと呼ばれています。そして、隣接する腕から弓にかけての星はティーポットと呼ばれ、注ぎ口のその先にミルキーウェイが流れているのです。いて座の起源は古く、世界最古の文明を持つ古代メソポタミアの地で誕生しました。当初のいて座は、メソポタミア神話に登場するパピルサグという神の姿でした。その容姿は、当時不明確でしたが、後に狩猟や戦争の神にして、神々の英雄、ニヌルタと同一視されるようになり、手には弓を構え、馬の半身にサソリの尻尾を持った姿など、あらゆる形で描かれました。ギリシャ神話のケンタウロスは、ここから来ているとされます。ギリシャ神話におけるいて座のモデルは、ケンタウロス族のケイロンであるとされますが、実は異論も唱えられています。例えば、ギ・エラトステネスの著書、カタステリスモイによると、ケンタウロス族は弓矢を使わないことから、その正体は、馬の尾と足を持つ、半人半獣の自然の精霊、サティロスの中でも、クロトゥスという名の男であるとしています。クロトゥスは弓の発明者で、狩猟を得意とし、芸術の女神、ミューズたちと共に仲良く暮らしていました。彼女たちの歌に合わせて、クロトゥスが称賛の手拍子をすると、ミューズたちは大いに喜んで、この勤勉なるクロトゥスに素晴らしい名誉を与えたいと、父、ゼウスに頼み込み、弓を構えた勇ましい姿を星座にして、彼を称えたと言います。それでは、現在主に言われている、ケンタウロスのケイロンとは、どのような人物なのでしょう。昔々、黒海沿岸の島に、ピリュラという名の女神が住んでいました。ある時、古の巨神族、ティタン神族の長であるクロノスが、妻、レアの目を盗んで、馬に化け、ピリュラとの間に子を設けました。生まれたその男の子、ケイロンの誕生は、まさしく悲劇でした。半身馬の野蛮なケンタウロスの姿で生まれたことで、母ピリラは悲しんで、天空神ゼウスに願って、自らを菩提樹に変えてしまうのです。
しかし、ケイロンは他のケンタウロスたちとは異なり、父クロノスから神の血を引いており、神々の教育のもと、実に賢く育ちました。医学に哲学、占星術、音楽、狩り、戦闘術。一通りを極めると、やがては多くの英雄たちに慕われる、心優しい賢者となりました。剛腕の英雄、ヘラクレスや、馬術の名手である双子座の兄、カストルに武術を教えたのも、死者すら蘇らせる医学の神、アスクレピオスに医術を教えたのも、ケイロンです。さらには、野蛮なケンタウロスたちにも認められ、異質の身でありながら、一族の長にもなりました。ギリシャの北部、ケンタウロスたちの故郷であるペリオン山の洞窟に住み、幼い人の子の身を引き受けては学びを授けて育て上げ、病に苦しむ人々に薬を作って治療しながら勤勉に暮らす日々。そんなある日のことです。ケイロンの住む洞窟が突然騒がしくなりました。武装したケンタウロスたちがバタバタと中へ逃げ込んできたのです。時は遡り、宴の場。ポロスという名のケンタウロスが、英雄ヘラクレスと共に肉を食べていました。ポロスはケイロンと同様、その出身が異質であることから、野蛮な性格をしていませんでした。怪物、エリュマントスのイノシシが人々を襲うので、生け捕りを命じられたヘラクレスは、山へと向かう際にポロスと偶然出会い、光栄に思ったポロスは、心から歓迎して宴に誘ったのです。ポロスは生肉を食べ、しかしヘラクレスにはちゃんと焼いた肉を勧めてやりました。二人で楽しく食べるうち、酒も欲しくなったヘラクレスは、ポロスにねだって、葡萄酒の神、ディオニソスがケンタウロス一族に授けたという大切な酒をあげてしまいます。漂う香りに、他のケンタウロスたちはすぐさま気づくと、我々の特別な酒を勝手に開けたと、激しく怒り狂って、岩や丸太で身を固め、ヘラクレスに襲いかかりました。突然のことに、ヘラクレスは驚きながらも、こちらも怒って、萌木を投げつけ応戦し、さらには怪物、ヒュドラの毒を塗った弓矢で反撃を始めました。かすっただけでも死に至る、大変な猛毒です。ケンタウロスたちは次第に追い込まれ、一族の長であるケイロンのもとへ必死になって逃げました。洞窟の奥、ケイロンの後ろに隠れて震えるケンタウロスたちに、後から追いついたヘラクレスは容赦なく毒矢を放ちます。矢は一人に命中し、その腕を貫いて、そしてすぐそばにいたケイロンの膝に刺さりました。怪物の猛毒にもがき苦しむケイロン。瞬間、誰に当てたか気づいたヘラクレスは、さっと青ざめました。かつて武術を教えてくれた大恩師を、計らずも射抜いてしまったのです。ケイロンよりもらっていた薬を、ヘラクレスは急いで塗りました。しかし、怪物ヒュドラの永遠の毒には効きません。さらにはケイロンは、神の血を引いているため、不老不死でした。あまりの苦しみに、ケイロンは自ら死を願い、不死の力を手放して、息を引き取るのでした。一方、ポロスはというと、たった一本の矢が、なぜこうも威力があるのかと驚いて、矢を死体から引き抜いたところ、誤って自分の足に落として、死んでしまいます。ヘラクレスはポロスを弔い、最高神ゼウスは、彼をケンタウルス座としてやりました。そして、賢者ケイロンの死を嘆き、彼をいて座として空に掲げてやりました。大きく引いた弓矢の先には赤い星、サソリの心臓、アンタレス。オリオンを殺したサソリ座がすぐそばにいるヘラクレスを攻撃しないか監視して、ケイロンは常に狙いを定めています。自らの命を奪ったかつての弟子を咎めもせず迷いなく守ろうとする大いなる死の姿がそこにはあるのです。空に輝く射手座の物語、
お楽しみいただけましたか？秋の夜空に瞬くヤギ座、跳ね上がる足は山を駆け、深く海の底を泳ぐ。穏やかなる牧神とは、神々の喜び、それそのもの。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、行動十二星座の一つ、神秘のヤギ座、カプリコーンの物語をお話ししましょう。ささやかに光る星々をつなぎ、逆三角の形を描くヤギ座。英名をカプリコーンといい、これは太陽が空を運行する行動上、最も南に位置する場所、当時点の名称に採用されていますが、実際の当時点は、射手座の位置にあります。その理由は、時代とともに星空と季節がずれたためです。星座が誕生した遥か古代のメソポタミア、ちょうどバビロニアの時代には、当時点は実際にヤギ座の位置にありました。このことからもわかるように、ヤギ座は世界最古の文明とともに生まれた歴史ある星座です。原初の古いヤギ座は、上半身がヤギ、下半身が鯉の姿をしたメソポタミア神話における世界の創造神、塩基を表す星座とされました。時が経ち、古代ギリシャに星座が伝わると、今度はギリシャ神話になぞらえ、パンという名の神として見られるようになります。羊の群れと羊飼いを監視する牧神、パンのその姿は、人の体にヤギの足、頭に角を生やした半人半獣。牧夫を意味するパオンという言葉に名前の由来があるとされますが、一方では全てを意味するパンという単語と似ていることから、時にその性格を誤って解釈されることもありました。例えば、古代ギリシャの水着宗教オルペウス教においては、両性の神として、また、当時の一部学者の間では、宇宙全体の神として信仰されていました。とはいえ、このすべてという性質は、牧神、パンの特徴にも大きく影響することとなります。作者不明の古代ギリシャの賛歌、パーン賛歌によると、パンはヤギの足と角を生やした奇妙な姿で生まれたために母親に捨てられてしまいます。置き去りの子を見つけた神、ヘルメスはパンを拾って野ウサギの皮にくるみ、神々のもとへと連れ帰りました。すると神々は、パンを大いに歓迎し、中でもブドウ酒の神、ディオニソスは特別に喜んだと言います。このように、すべての神々を喜ばせることから、パンという名で呼ばれた、あるいは、パンという言葉、そのものの語源となったと言われています。さて、ヤギ座に伝わる物語は、主に二つ。一般的に語られるのは、エジプトのナイル川付近で、神々が宴を開いていたところに、怪物、テュポーンが襲来し、パンは上半身をヤギに、下半身を魚に変えて、川に逃げ込んだというもの。しかし、もう一つ、ヤギ座には語るに欠かせない、栄光の物語があるのです。昔々、宇宙を滑る神々の王、クロノスは、その王位を父親から奪った際、ある予言を受けました。いつかお前もまた、己の地位を、これから生まれる子供たちに奪われることになるだろう。やっと勝ち得た王の座、妻、レアのお腹には、すでに新たな命が宿っています。予言を恐れたクロノスは、生まれてきた子供たちを次々と飲み込んでしまいました。当然、レアは怒ります。残る末の子を出産すると、産着に石をくるんで赤子と偽り、クロノスに飲ませ、そうして、夫に見つからぬよう、密かに育てることを決めるのです。地中海に浮かぶクレタ島、神聖なるディクテオン洞窟の中、暗い場所に隠されたその子供こそ、後に宇宙を滑る天空神、ゼウスです。幼いゼウスは、アイギパンという名の半人半獣と共に、同じヤギから乳をもらって育ちました。アイギパン、古代ギリシャ語で、ヤギのパン、すなわち彼が、牧神パンです。やがて成長したゼウスは、父、クロノスに飲み込まれた兄弟たちを吐き出させて救出し、共に復讐を果たすべく、
大戦争を起こしました。対するクロノスは、古の巨人族、ティタン神族を率いて進軍します。その時です。戦場に鳴り響く、怪しげな轟音。すると突然、ティタンの神々たちは取り乱し、何かに恐れながら逃げ出しました。彼らの聞いたその音は、パンの吹き鳴らす、ホラガイの笛の音。戦いに際し、パンは共に育ったゼウスに協力し、自身の下半身を魚に変えて、海底から不思議な音を鳴らす貝殻を見つけていたのです。友人のため、姿を変えたパンは、広い世界のどこへでも行ける素晴らしい足を得ました。魚の尾は、パンを深い海底へと導き、ヤギの前足は、高い山の頂にまで登ることができました。戦いの最終局面、ゼウスが最強の武器、雷帝を振るうと、敵は一網打尽、ついに勝利を収めます。ゼウスはパンの大いなる功績を称え、ヤギ座として天に掲げたのでした。空に輝くヤギ座の物語、お楽しみいただけましたか？秋の夜空に瞬く水亀座。腕に抱かれた神秘の壺、流れ出るのは不死の霊薬。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、幸運の水亀座アクエリアスの物語をお話ししましょう。三つ矢の形のアステリズム、ウォータージャー、ここに水亀の壺が位置します。水亀座を構成する星々の名は、特別な意味を持つものが多く揃っています。サダルメリク、サダルスード、サダクビア。アラビア語で、王の幸運、幸運の中の幸運、テントの幸運。暗い夜空で、姿こそ見えにくくとも、その名は輝くしく、異彩を放っています。水亀座の起源は古く、最古の文明を築いたメソポタミアの時代に遡ります。水の溢れる壺を手に持つ巨人の男の姿。その水は恵みの雨となり、大地の作物を育てる。当時の星座の名をグラと言い、これは偉大なるものを意味しました。すなわち水亀座とは、メソポタミア神話における大地の王、水と知恵を司る神、縁起に関連していたと考えられます。男の足元には一匹の魚が壺から流れ出る水を口で受け止めています。現在は水亀座から独立し、南の魚座として星座同士がつながるように位置します。魚の口は秋の夜空にひときわ輝く一等星、フォーマルハウト。この恒星はクトゥルフ神話においてはかつて人類史以前に地球を支配していた旧支配者と呼ばれる封印されし邪悪なる神々の一柱、炎の神クトゥグアが住む場所と伝わります。水亀座にまつわる神話は諸説あり、そのモデルは主にはガニュメデスという名の少年であるとする説が広く知られています。異説としては、堕落しきった人類を滅ぼすために最高神ゼウスが大洪水を引き起こした際、箱舟によって生き残った唯一の男、デウカリオンであるとするものや、古代ギリシャの首都アテナイの初代王、ケクロプス、あるいはチーズ作りや養蜂技術を教え授けたとされる神、アリスタイオスなども候補に上がり、いずれの説も紀元前の時代に唱えられました。さて、現在一般的に語られている水亀座の少年、ガニュメデスの物語とは、このようなものです。飲めば不死の力を得る神秘の酒、ネクタル。酒壺から注がれるその霊薬の力によって、神々は永遠の若さを保っています。最高神ゼウスは酒を継ぐ給仕役に、妻ヘラとの間に生まれた娘、青春の女神ヘベを任命しました。ヘベは穏やかな性格で、あらゆる女神の中で最も美しく、母ヘラは、娘たちの中でもヘベを特別可愛がっていました。そんなヘベは、後に英雄ヘラクレスと結婚し、不死の酒、
ネクタルの給餌役から外れることとなります。これには諸説あり、神々の宴の席でヘベが酒をついで回る際に転んで失態を晒したことでゼウスが役から外したとする説や、あるいはゼウスが気に入った新たなる美しい給餌役を連れてきてしまったためとも言われます。麗しの女神ヘベに劣らぬ神々の喜びの酒を継ぐにふさわしい美しいもの。次なる給餌役は一体誰になるのか。ゼウスが新たに任命したのは地上に住む一人の少年でした。現在のトルコに位置する古代都市トロイアの王子ガニュメデス。初代トロイア王トロスを父に持ち、その容姿は大変美しく、ゼウスはすっかり心を奪われました。そうして一羽のワシを使わし、あるいはゼウス自身がワシとなってガニュメデスを連れ去ってしまうのです。ワシはイデの山に降り立ち、少年をさらってオリュンポスの山へと飛び立ちます。天界へと連れてこられたガニュメデスは永遠の若さを与えられ、不死の酒ネクタルを神々に継いで回る新たな給仕役となりました。ゼウスの妻ヘラが反対の声を上げるも、もうガニュメデスを愛してしまったからにはゼウスは聞き入れることなどありません。地上に残されたガニュメデスの父トロイア王トロスは大切な息子を奪われ嘆き悲しみ、それを見たゼウスは瞬足の神の馬を、あるいは炎と火事の神ヘパイストスが作ったという黄金のブドウの木をトロスに与えて償いました。そしてトロスが寂しい思いをしないようガニュメデスを水亀座として夜空に掲げ、地上から息子の姿を見られるようにしたのでした。水亀座の背後には白い一等星アルタイルの輝くワシ座が位置し、翼を広げガニュメデスに狙いを定めて今にも飛びかかろうとしています。空に輝く水亀座の物語、お楽しみいただけましたか？秋の夜空に瞬く魚座、そこは文明の生まれた地、人を育む大切な礎、偉大なる原初の川。こんばんは、Mちゃんです。今宵は行動十二星座の一つ、母なる魚座ピスケスの物語をお話ししましょう。明るい星々をつないで見える秋の大四辺形、そのすぐそばにくの字に曲がった魚座がひそやかに輝いています。魚座の周辺にはあらゆる水にまつわる星座が集まっています。クジラ座、水亀座、南の魚座。一体なぜでしょう？これには季節的な背景がありました。星座が発祥した古代世界、当時の夜空でちょうど雨の多く降る時期に見えていたのが魚座をはじめとするこれらの水にまつわる星座だったのです。それが長い歳月が経つ中で星空はずれ込んでいき、現代では秋の季節に見える星座となっています。現在魚座の位置にある春分点、その地点を太陽が通過することで昼の時間が夜より長くなる春分の日が決まるという、いわば春の基準点となっている場所ですが、これもまたかつては異なり、当時はお羊座の位置にありました。私たちに馴染みのある誕生月の十二星座、学術的な言葉で行動十二星座は、星座占いなどで目にする並び順として一番最初にお羊座、そして最後に魚座が来ますよね。行動十二星座の行動、すなわち太陽が空を通る道は十二等分に区切られ、それぞれに十二星座が一つずつ位置していますが、その区切りが春分点を起点としているためお羊座から並べられています。しかし現在の夜空においては本当は魚座が一番最初なのです。遥か昔から魚座はくの字に分かれた2匹の魚が紐で結ばれている様を表す星座でした。この紐が表すのは2本の川が合流することを意味していると言われます。星座発祥の地、古代メソポタミア、世界最古の農耕文明を築いたその場所で、人類の発展に欠かせなかったのが文明のゆりかごと呼ばれる2つの川、
ティグリス・ユーフラテス川。雨の少ない土地でも川が生んだ肥沃な土壌によって人々は豊かな暮らしを叶えました。魚座のくの字に広がる先に包まれるように位置する秋の大四辺形は、発展の末に誕生した古代都市バビロン、あるいは広大な農地を表しているとされています。魚座は私たち人類にとってとても重要なものを語る星座なのです。そんな魚座にまつわる星の物語、紀元前より伝わる神話を二つ順にご紹介しましょう。古代シリアの人々が特別崇拝した地母神アタルガティスは、またの名をデルケトという豊穣の女神。その下半身は魚の姿、あるいは魚のヒレを持った姿であることが多く、時には人魚として描かれることもありました。ある時、デルケトは女神の身でありながら、信者である人間の美青年に禁断の恋をしてしまいます。一説に、その背景にはギリシャ神話の美と愛の女神、アフロディテの怒りを買ったことで呪いを受けたためと伝わります。神と信者、二人が交わることは禁忌でした。デルケトは女の子を産みますが、罪と恥の意識に苛まれ、その結果、男を殺して自ら湖に飛び込んでしまうのです。殺しきれずに捨てられたかわいそうな娘は一人岩砂漠に取り残されますが、赤子の体を温めようとたくさんの鳩が集まってミルクやチーズを運んできては彼女に与え続けました。やがて食料の減りを不審に思った町の人々がかわいい赤子を見つけて保護し、後に娘は賢く美しい女性へと成長します。その名をセミラミス。アッシリアの女王にして世界の七不思議の一つ、バビロンの空中庭園を作らせたと言われる伝説的な人物です。ところ変わって、母デルケトはユーフラテス川付近の湖に身を投げたものの、ある大きな魚によって命を助けられていました。その魚とは、水亀座の足元で流れ出る水を飲み込んでいる南の魚座。そしてその2匹の子供たちが魚座であると伝えられています。この後、デルケトは半身魚の女神としてシリアの地にて崇拝されたのでした。さて、そんな女神デルケトは、後の時代のギリシャ神話におけるあらゆる神々と同一視され、一説には月の女神アルテミスや愛の女神アフロディテの由来となったとも言われています。お次にご紹介するのは、アフロディテにまつわる魚座の物語。ある時、美と愛の女神アフロディテは、息子である恋と性の神エロスと共にユーフラテス川のほとりを歩いていました。すると突然、巨大な影が二人を覆います。目の前に現れたのは、人の体に毒蛇の下半身、そして百のドラゴンの頭を備えた、それはそれは恐ろしい巨人でした。ギリシャ神話最強の怪物、テュポーン。その体は大変に大きく、頭は天の星々をかすめるほど、敵対する神々にとっては最大の敵です。アフロディテとエロスは驚きながらも、急いで魚に姿を変え、ユーフラテス川に飛び込みました。魚座とは、最強の怪物を相手に素早く逃げ切り、命を守った母子の姿。ちなみに、現在主流となっている魚座の物語として、魚になって逃げ込んだ先で、はぐれてしまわないようにと、母子が互いにリボンで結び合ったとも言われていますが、実はこれには根拠となる資料が存在せず、近代になってから加わった要素であるとされています。結ばれた紐の意味するところは、やはり起源の通り、私たちを育んだ母なる二本の川なのでしょう。また、神話の遺説として、川に落ちた鳩の卵を救ったという二匹の魚たちを、アフロディテが称えて星座としたとも伝わります。鳩といえば、鳩に育てられたセミラミス。その名前の意味は、鳩。しかしそれ以前に、鳩は女神デルケトが何よりも神聖視し、大切にしていた聖獣でもあります。これもまた、アフロディテの由来となったデルケトの名残なのでしょうか。空に輝く魚座の物語、お楽しみいただけましたか？さて、これまで当チャンネルにてお届けしてきた、お休み前の神話シリーズですが、今後は場所を引っ越しして、
朗読チャンネルにて投稿することといたしました。お休み前の朗読 M チャンネル、どうぞ遊びに来てくださいね。私 M のインスタグラムでは動画に関連するトピックをイラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それでは良い夢を。